生大阪大学過去問の第2問の問いの3からです。問いの2でコロイド粒子1個の質量をこのように出しました。で、問いの3ではこれを使います。問い3は、下線部3のコロイド溶液中に生じたコロイド粒子を球状として、コロイド粒子1個の体積を求めようと。ただし、その密度 4.1 ですね、計算過程を示せと。それでですね、密度が 4.1 と与えてありますので、この質量を密度で割ることによってその体積を出すことができますね。1.07×10⁻¹⁴ グラムを密度の 4.1 で割ると、その値が 2.609×10⁻¹⁵ ですね。で、この問題は選択肢があるので、あまり有効数字たくさん取る必要ないんですけれども、2.61 としておきましょうか。そうすると、半径 R の球状としますと、R センチとしましょうかね。その体積がですね、3/4πr³ ですね。これがさっき出したこの 2.61×10⁻¹⁵ となりますから、まず r³ を計算すると、2.61×10⁻¹⁵×4/3 4π/3 ですね。これ計算すると、その π の分 3.14 を入れましょうか。 ×3.14、 これの計算がですね、約 0.623×10⁻¹⁵ ですね。そうすると R がですね、3乗根 0.623×10⁻¹⁵ となりますね。で、この立方根がですね、その値の範囲を考えますと、これは1より小さいですよね。それでですね、1より小さいということは、これセンチメートルをナノメートルに置き換えておきましょうか。ここは10⁴ ナノメーターになりますね。ですから、これはここが1だということは、これ100ナノメーターより小さいということになりますから、選択肢の中にですね、100ナノメーター未満で50ナノメーター以上ということがここで分かればいいわけですから、これは0.5 ですね、 0.5 よりも大きいということが分かりますよね。 0.5×3⁄0.225 ですか、とこれの方が大きいですからね。そうすると、3乗根 0.623×10⁴ナノメーターが、ここが100ナノメーターになりますよね。ここが、50ナノメーターになりますね。ということは、これ選択肢をですね、Dを選べばいいと、ということなんですね。だから問いの4がですね、
問いの4の問題が、下線部2のコロイド溶液が下線部3のコロイド溶液と同じモル質量のコロイド粒子を含んでいるとして、図の 1.01×10^5 で、モル沸点上昇を 0.52kg/mol として下線部2のコロイド溶液の沸点上昇度を計算せよ。でただしこのコロイド溶液のモル濃度と質量モル濃度の数値は等しいとして、計算過程も示されたということですね。それでですね、要するにモル濃度に等しいとしていいわけですから、公式のですね、デルタ T イコール KM という、一般的な式があるんですけども、この質量モルのモル濃度 M の代わりに、普通のモル濃度 C としていいですよということですね。で、じゃあ C がいくらかということですが、1番で鉄原子の、数がですね、6.0×10^7という答えを出してありますよね。そうするとですね、この問いの4でですね、モル濃度が、塩化鉄酸のモル濃度がですね 1.0× これを、1.0 がモル濃度で、その体積がですね、0.10g とありましたから、 0.10g の密度を、1としますと 0.10立方センチですね、とその体積が1000分の 0.10 リットルということになります。でその中に、問いの2で出しましたこの数の鉄原子が含まれているんですね。ですから、コロイド粒子の数は、モル数ですね、コロイド粒子のモル数はこのモル数の6.0×10^7に減ってるわけですね。でこれ計算するとですね、ここがマイナス40になりますから、マイナス70マイナス40でマイナス11をですね、6.0/10はそのまま取っといて、10^-11mol という、これがコロイドの数ということになりますね。でこのモル数のコロイドが、0.1g に 99.9g の沸騰水を加えたということは合計、100g になってるんですね。で 100g というのは、密度1と考えますと、100立方センチですよね。ですからこの個数のコロイド粒子を含む溶液のモル濃度は、6.0×10^-11mol、それかける、100立方センチ、それの1キログラムあたり、1リットルあたりに換算しますと100分の1000倍ですね。これを計算すると、6.0×10^10ですから、10^-10になりますね。で単位がモルパーリットル。でそれをこの C に代入しますと、デルタ T がですね、K が 0.52 って与えられていますね。かける
計算で出ますね。でこれを計算すると、8.67×10 のマイナス12乗、単位は温度の単位 K ですね、ケルビン。そうするとたったのこれだけしか、沸点上昇度がたったのこれだけしかないわけですから、当然測定してもこれは測定できる値ではないわけですね。ということでですね、この問題非常に理論的にはそんな難しくないんですけれども、計算がとても大変ですよね。でこういう計算をやるためにはかなりエネルギーを持っていないとなかなかできないですね。で、普段からこういう計算問題をたくさん解いてですね、慣れておく必要がありますね。で頑張ってください。